インターネットタイムレコーダーインターネットタイムレコーダーとはソニーが開発した非接触 IC カード技術方式フェーリー化とインターネットを利用したアスプ型勤怠管理システムのことインターネット回線に接続されたタイムレコーダーの一般名称と思われがちであるが登録商標がなされている近年の IT 化によりデータの蓄積を ホストサーバに集約させインターネットを利用できる環境であればどこからでも利用可能な形としたサーバークライアント方式により利便性を向上させた。複数遠隔地でのタイムレコーダーで多国したデータもすべてリアルタイムでの一元管理を可能とした。また利用者のみならず管理側の場所もインターネット環境が利用可能であれば場所の限定がされない。 従来のタイムレコーダーとしてのスタッフの打刻時刻の保存のほかに以下のような様々な利用方法がある。ホスト側はデータを蓄積するサーバー。クライアント側はデータを送信する IC。カードリーダーとサーバーデータを見ることができる PC により構成される。ユーザーは一般事務などに利用されている PC を利用して、サーバーデータを閲覧利用することができる。 アスプなのでサーバ構築の必要はない。IC カードリーダーも3000円程度の安価なパソリを一般の PC に接続して利用できる。打刻用カードはフィライケックカードを利用可能。スイカ、パスモなどの利用承認を得た反射もある。このようにハード機器の費用がほとんどかからないのが特徴。初期のプログラム開発はキズナジャパン株式会社の設立時に開発された。 ソニー、富士通ソフト、沖電機、コスモス石油などが当初プログラムを OEM 供給を受けて販売。その後各社はインターネットを利用した独自の勤怠管理システムを構築していった。ありがとうございます。